母親の愛情というのは子供にとってなくてはならないもの。お腹の中に新たな生命が宿ったその時から、我が子を守ろうという強い愛情が養われていくものです。そんな母性本能は動物の母親にも見られます。母親の動物が自分の子供を注意深く見守ったり、体を舐めてあげる行動は人間と同じような母性愛があるように感じます。そこで今回はそんな母性愛を感じる猫の親子の話を2つお伝えします。ある日のこと、保護施設レスキューキャッツオブフロリダは廃業したブリーダーから多くの猫と子猫を受け入れました。施設のスタッフたちは猫たちのケアをするために養育ボランティアさんを探し始めました。その話を聞いたサマンサ・フォックスさんは、グッチという名前の妊娠中の猫ともう一匹の猫を一緒に預かることを決めました。幸いなことにグッチは新しい環境にすぐに落ち着いてサマンサさんに甘え始めました。グッチは特にブラッシングをしてもらうのが好きで、食べ物の好き嫌いがはっきりとしていました。グッチは出産が近く、ミルクを出す準備ができていました。彼女は強い意志と魅力的な個性を持った猫ですとサマンサさんは話しています。それから数日後、グッチは2匹の子猫を出産しました。しかし残念なことに1匹は命を落としてしまい、ベルサーチという名前の子猫のみが生き残りました。ベルサーチはすぐにお母さんに甘え始めました。グッチとベルサーチは完全に切り離すことのできない存在です。ベルサーチはいつもお母さんの尻尾の下で丸くなっているか、顎の下に隠れています。そして日に日に成長を続けていて、より大きく、より美しく、よりお母さんのような容姿に近づいているのです。ベルサーチはしばらくすると足を上手に使って歩き始めました。そして好奇心が旺盛になり、身の回りにあるものすべてに興味を持ち始めました。またお話好きなベルサーチはいつも大きな声でお母さんと会話をしているそうです。一方のグッチはベルサーチが危険な場所に行かないように常に近くで見守っているのです。ベルサーチは個性を開花させて部屋中を走り回ったり飛び跳ねたり、おもちゃで遊んだりと、いつも元気いっぱいに過ごしています。そして遊び疲れるとお母さんのところに戻ってきて、幸せそうに毛づくろいを楽しんでいるのです。グッチはベルサーチのことを心から愛しています。二人の絆は私が今まで見てきた中で最も強いものです。ベルサーチはいつもお母さんにしがみついていて、少しでも離れるとすぐに泣き始めますとサマンサさんは話しています。グッチはベルサーチの泣き声を聞くとすぐにやってきて毛づくろいで安心させるそうです。ベルサーチは離乳食が食べられるくらいに成長してもお母さんのミルクを楽しんでいました。猫としての生き方をお母さんから学び、一人でトイレも使えるようになりました。8週齢を迎えたベルサーチはグッチやサマンサさんのおかげで大きく成長し、とってもふわふわで個性的な子猫へと成長したのです。もうすぐグッチとベルサーチは新しい家に行く準備が整います。ブリーダーのところから来たグッチは、今回出産したベルサーチが最後の赤ちゃんになりました。新たな暮らしがスタートしても、グッチはこれから先もずっと大切な我が子にたくさんの愛情を注ぎながら幸せな毎日を送っていくことでしょう。一匹の子猫は命を落としてしまったことはとても悲しいことではありますが、ベルサーチは元気いっぱいに育っています。亡くなってしまった子猫の分まで幸せになってほしいですね。またアメリカ・カリフォルニア州の動物保護施設では、純白の毛並みと
美しい夫愛を持つ猫の親子が保護されました。美しすぎるこの猫の親子の姿に、施設の職員の方々も思わずメロメロになりました。ある日、アメリカ・カリフォルニア州にある動物保護施設で、誰もが見とれるほど美しい姿をした猫の親子が保護されました。母猫と2匹の子猫は、純白という言葉がしっくりくるような真っ白な毛並みを持ち、その美しい顔つきは見分けがつかないほどそっくりです。しかし、驚くのはそれだけではありません。実は母猫はよく見ると、左目はヘーゼル、右目は鮮やかなブルーのオッドアイを持っていて、片方の子猫もそんな綺麗なオッドアイを受け継いでいました。母親がヘーゼルとブルーの目を持っているのに対し、子猫はグレーとブルーの目を持っているのがわかります。施設の職員の方々は、子猫の目を見た瞬間、あまりの美しさに心を奪われたそうです。左右の目の色が異なる猫のことをオッドアイと言いますが、宝石のような綺麗な色の瞳は、吸い込まれるような透明感を放っていて、その希少性から幸運を運んでくる猫とも言われているそうです。無事に保護された3匹は、数日間は施設で過ごしたそうですが、その後すぐに里親が見つかり、それぞれ別の場所へと引き取られていきました。親子は離れ離れになってしまいましたが、これから母猫と2匹の子猫がそれぞれ素敵な里親のもとで幸せな日々を送ってほしいですね。このように動物保護施設では、毎日のように保護される動物たちがいます。怪我をしていたり、病気を患っていたり、保護された時の状況は様々ですが、元気になり、素敵な家族が見つかり、新たな暮らしをスタートできることが、動物たちにとって一番の安心を得ることでしょう。不幸な動物たちがいなくなり、幸せに暮らせる世の中になってほしいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。